おはようございます。西田渉です。えー、5月の28日火曜日いかがお過ごしでしょうかえー、前日収録しておりますというところで、<laughs> 失礼。いや、若干ね、体調が優れずっていうところで、若干熱あるんですよね。でも、今、えー、ロキソニン飲んだんで大丈夫です。熱を出しても頑張る、毎日配信 YouTuber の西田渉です。よろしくお願いします。<laughs> なんつって。えっ、ー、と、早速なんですけども、今日は、あるお方とお会いして、 楽しみにしております。よろしくお願いします。で、今日なんですけれども、うんと、えー、<laughs> マイメモリーズ。これ、お手元にある方いらっしゃいますかもう、えー、コンデジで、えー、2ヶ月間通り、一切、そのまま見ず、そのまま時系列に写真集に収めるっていうスタイル。これで、 えー、時系列で自分の生きた証を出すっていうこれがまあ今日も10分間チャレンジやってるんですけどこれは、えーと「ルミックス S9」が 6K が10分しか撮れないっていうことから今始めてますそれがスタートはしたんですけども今ちょっともうドリキンさんのサブチャンネルがドリキンさんも今このサブチャンネルでこの10分チャレンジやってるんですが。 ちょっとずるいっすよねねドリキンさん、ね、もうわざと10分足りないようにわざと喋って最後グダグダで終わるっていうスタイルを確立してあのもう目が離せないわけですよもちろんドリキンさんのお話は面白いし、えー、聞いてて楽しいしだけどもうみんなだんだんと9分過ぎたあたりからうわ今日どんな終わり方するんだろうみたいなで9分30秒あたりからまたちょっと言いたいこと思いつつあっ,っていうもうその時点できっとドリキンさんのねあのもう今日のその またでグダグダで終わわるることがフィックスするわけですけよもうそこの水戸黄門の印籠みたいな感じがずるいなって思って僕は逆にですけども昨日とかはもうフワッと喋って M11 の M11 系のカメラのアップデートのことを話しそれでさっと10分で9分56秒ぐらいには言いたいことを述べそれでは今日もスカーキェンドを作てください西田りでした,でしたどうもって言って9分57秒ぐらいで終われてパチッと切れたわけですけれども。 ドリキンさんずるいよなってことでまあいいやドリキンさんの話は別としてこれ「マイ・メモリーズ」をねちょっと思いついたんですよあの <laughs> 思いついたっていうかやっぱりこのカメラの性能ありきで写真集作っていくのって結構面白いんですよね実は面白いっていうか変なんだけどあのもちろん文脈がありあの自分のねこういう流れを取るとかドキュメンタリーでそして写真集一冊とかっていうのももちろんもうそれがまさしく王道ですよ それこそ写真集。ですが、まあ、僕のようにね、つい、例えば今、ゲイズボリューム10、もう、えー、昨日ダッとセレクトして、えー、小池源さんにデータを渡しました。なので、もういよいよ仕上がります。っていう感じで、あの、ここまでみたいな。ここまで撮れたみたいな。だから、あと以上みたいな感じでやっていくスタイルもあるわけですね、ゲイズみたいに。で、マイメモリーズは今度、M11D 買ったら、 あのー、M11D っていうのが多分出るかもしれないですよ。これが今 M11P なんですけどプロフェッショナルモデルね。で、M11D っていうのは、M10D っていうのがありまして、ここの背面モニターがもうないわけですよ。なので、撮ったところで分からん。要は。映ってるかどうか分からん。まあ、デジカメなんで間違いなく映ってはいるんですけど、なんていうのかな、ちゃんと適正露出で撮れてるかとか。 ハイライトは飛んでないかとか、シャドウ潰れすぎてないかとか、そういったところがわかんないわけですよ。どういうふうに構図が取れてるかも、まあ、レンジファインダーだしね。まあ、あんまわかりにくい,っていう。これこそまさに、ふと思いついて。これマイメモリーズカメラじゃんと思っちゃって。だから。まあ、まだね、それこそ発表もされてませんから、この、なんていうのかな。まあ、絵に描いた餅のお話をしてるんですが、まあ、でも、おそらく出るだろうとは言われてるので、まあ、出るでしょうと。で、出た暁に買って。 まあ、もちろんただ単に撮っていくのもいいんですがハッと M11D は僕の中でねまた新たなあの表現というかマインドセットを整えてくれるカメラだと思ってるんですよどういうことかっていうともうやっぱ撮った後にこう見るのがもう自分もフィルムは長かったですがデジカメが僕は、えー、とキヤノンの、えー e、10D からスタートして 1DMark2 に行ったんですが約二十数年前から撮ったらこう見る っったらこうう見るっていうのがもう20数年間やり続けてきてきるんですよもうそれ以降フィルムはねもちろんあれを、えっと、ハッセルとか使ってましたけども同時進行でね1 d m a r k ーとハッセルとか m a ア i、えー、r z 6 7とか m a、えー、マミ a の,の645とかねとか使ってましたけどまあそれ以降はもうほとんど撮ったら見るっていう生活をしてきてた中 M11D を購入したら撮ったらそのまんまっていう。 こここれれそががまさにあ僕がやっっててたこれじゃんっていうしかもこれは中身コンデジでありましたけれどもだちょっと折りも増やそうかなとか設計設計変えなくはないけどちょっとだけ雰囲気変えてちょっと分厚くしてもいいかなとかなんかちょっと考え方を変えて設計ちょっとだけ変えてやろうかなとかっていう純粋に m 1 1 d のために眉目法ズ出したいなって今思ったっていうお話でございます。 ということで「今日もお疲れ下にお過ごしください」って言ったらまだ10分足りないのであれなんですけどえっとあのそうだから皆さんも結局なんか写真の表現とかって、えっと、いろいろパターンあるんと思うんですよ一枚だけで語るっていうふうになると要はインスタ映えとかの世界がありますよね一発でフリックされなくて思わずいいねを押したくなる写真っていうだから花火撮ったり千里千里の童貞の飛行機撮ったりとか。 なんかそういうのするんですよね。花火飛行機とかなんかえっ、ー、と動物園とかね。鳥居とかまあ、要はいいね。押したくなるようにするんですが、えっ、ー、と写真集をね。こう年間56冊作ってると1枚の写真じゃなくて塊でどういう風にストーリーとか文脈作っていくかとか塊の力っていうものをすごく意識するんですよ。だからあのよく僕を言うんですけど、巨人軍が一時期4番打者ばっかり集めた年があったんですけど、確か b クラスぐらいだったんですよね。 1>, 1位取れるどころか4番打者ばっかりをずらーって揃えた結果優勝できなかったと要は何でもそうでバランスでまあ足が速い選手もいれば送りバントが上手な選手もいいそして長打が得意でホームランバッターみたいなこういうのがやっぱりルールとしては美しいという流れがあるっていうことですよね物事にはなので写真集もですねあの例えば1枚だけで見ちゃうと いいいねがつかないもう全然「何この写真」って思うようなものもある写真とある写真の間に挟まるとそれがめちゃくちゃ引き立てる効果になって次の写真をドーンと盛り上げてくれるみたいなこの,あの流れっていうか写真の使い方に気づくとですねまた全然写真の見方が変わってきたりすると。でそこに抗ったのがこの「マイメモリーズ」普通はいろんな写真を入れ替えることによって流れを作るのをそこすらも断ち切ってコンデジでそれを見ずにただ単に 取れたたものを選び並べただけ何枚だったっけな30枚だったっけな30だったかなだかこれを MM では倍にしてもいいのかなもしかしたらそれを M11D でやることにより明らかに今度はハイクオリティーな写真を生成するとそれで皆様に僕のマイメモリーズっていうのを見てもらうなんでマイメモリーズはコンディションでやるみたいなイメージがすごく強かったんですがそこを取っ払いむしろ M11D、背面液晶で写真を見れない行為自体が、また新たな表現を手に入れる手段として、僕自身をこう、また新たな領域に連れて行ってくれるみたいな、ちょっと格好つけすぎですけど、いや、めっちゃ楽しみなんですよね。出てくれたら速攻買いたいなと思ってます。それが、ま、160万だろうが、170万だろうが、買いたいなと思ってます。な <laughs> んで、まずは、まあ、パリフォトとかの作品、あの写真もあるのでね、まあ、それも同時に、 続けていくんですが、また来月、6月にはちょっと大阪で何か撮影しようかなとか思ってたり、あとはゲイズボリューム10を、えー、コンデジで作り、7月、もう近々なんですけど、昨日ね、ちょっと、えー、箱を押さえ、箱、箱を押さえてちょっとミュージシャンっぽい言い方ですけど、ライブハウス押さえたみたいな。あの、またアメリカ橋よりとりあえず押さえてみたんですよ。なんか7月の24日ぐらいが空いてて、なので、今ね、ちょっと山田写真生版所さんと、 面白いいプロジェクトをちょっっとやっていてあの山田写真製版所さんがね「ソルグラフ」っていうあの <laughs> ソルグラフっていう写真の超高精細印刷これゲイズュームフォ4の印刷ねあの表,表紙なんですけどめっちゃクオリティ高いんですよご覧いただけますかねもう本当にもう写真プリントでしょっていうか本当にこのまる、あ、で印ガシプリントでしょみたいなそれを リアルのプリンターと、もうやっぱ僕の場合だと15万ぐらいしちゃうので、これをもうちょっと、このソルグラフっていう印刷でちょっと値段を抑えつつ皆様のお手元に届けられないかっていうえ写真展をちょっと7月24日、ゲイズボリューム展で、大ゲイズ展っていう名前に、カッコ仮でやろうかなと思っている時でございまして、これやばい、ドリキンさん状態だ、失敗した。今日も疲れけのす。ご視聴ありがとうござした。どうも。